はいじゃあ今回は簡単大人バリエーションのタリスマンをやって解説していきたいと思います。タリスマンも割とサラッとした感じの踊りですので余裕を持って少し踊る感じにするとかっこよく見えますのでそれを意識しながら踊っていきましょう。では早速見ていきますね。 出始めは膜の中から走って出ていくので先に音が鳴ってから出ていきましょう,うですねで少しちっちゃい円を描きながら走り出していって でお客さんの方で一回ポーズをしてからアラベスクでバンパババンバパっていうところが音があると思いますのでその音に合わせてアラベスクで顔をしっかり一緒に少しアクセントを持ちながらポーズをしてからステップを踏んでアントルラッセアントルラッセはしっかり上に飛びますのでアラベスクの向いている方に向かってもう一度振り返って上を向いて 降りていきましょう。その時にしっかり足が変わるようにしていってください。で、もう一度振り向いて進んでいる方に向ってアッサンブレトゥール。これは右足を出して前に寄せて一回手回って降りてくるっていう形になりますので足を踏み込んで足を出して飛んだ時には一つにしながらしっかり回されないように上にこれも飛ぶような感じでシングルなので回っていきましょう。 で、降りていったら、アラベスクの反ってで、右と左に交互に、えー、と足を上げていきますので、ちょっと向きをきっちりまではいかなくてもいいので、軽く体をひねっている状態を作って、右と左、正面のままにならないように、右と左がわかるように体を少し向きを変えていきましょう。で、そのまま降りて、ポーズに入る。 っていうところに行くのかなその前までかな今取って待って、シュースで止まってるので、後ろに引いて、ポーズに入っていってください。うん、それで。です <music> ね。で、えー、っと、えー、シュースからシャーセーまあ、ステップからシャーセーどちらでもいいので、パーセでポーズ。 をしますので、右足を出してパッセに、ずっと、えっ、ー、と、寄せていって飛ぶっていうのをしてほしいです。で、まあ、ちょっとまっすぐすぎるとそんなに綺麗じゃないので、気持ち斜めにオフバランスをするような感じでやれるといいです。 まあ、あの他のいっぱい飛ぶ人だったら足をすごく横にしたりとかしますけどもそこまでする必要はありませんのでちょっと斜めの形が見えるのと空中でパッセで1回止まっている形が見えた方が綺麗ですのでそれをしっかりしてから手術、えー、から回り込んでポーズこれあのマネージと一緒で丸くいきますので自分の半円をしっかり描けるところに向かって走ってポーズに持ってきてほしいです。 なので、あんまりいっぱい進めなかったら、ちょっと真ん中よりも外側、えと、ー、上手側になって、ポーズをするときれいにいきますので、自分の進める範囲で、半円を少しちっちゃめですので、丸をしっかり作って、後ろまで行けるように向いていってほしいですで。余裕を持って少しポーズで止まるぐらいの気持ちで、ちょっと早めにポーズするといいかなと思います。これちょっとギリギリでやってますので、自分、ちょっと早めでポーズしてみてください。で、進む方をしっかり向いて、 えっとシェネを2つこれはまず最初真横ですので顔をしっかり残して振り向く残して振り向くで進行方向にしっかり顔をつけて2回回っていきましょうで次は10手で足を出してクッペで降りていきますので少し伸ばしたところを見せてから降りるときにプリ,プリエのクッペ。 で、振り向いて反対の足で、えっ、ー、と、ステップを踏んでいくんですけども、そこ,こまでは進行方向をして、で、このクッペから足を入れ替えるときに、反対の 進む方と反対を向いてポーズをしてからもう一度振り向き直してシェネを二つに行きましょう。ここちょっと顔を付け替えますので目が回ると思いますので気をつけてはっきり自分の進む方、反対の方っていうのを顔をしっかり見ていかないと目が回りますので気をつけてしっかりつけていきましょう。 で、2回同じことですね、2回。で、ここカーブになっていくので、できれば今の10点のクッペと足を入れ替えるで、カーブの部分を終わらせて、シェネをもう横の反対の後ろ向きの横に向けれると楽にいきますので、そこに向くような感じで2回シェネ。で、同じクッペと反対向き。で、もう一度3セット目はシェネだけ回って、 前向きに、今、後ろ向きに足が出てますので、えっ、ー、と、一歩出して、前向きの正面の手術室に入っていって、ポーズを取っていってほしいです。で、その後に、足に込んで、ポーズ。ですね、これでポーズをしたら、 グリサードからグランジュって。そうですね。これは、えっ、ー、と、ちょっとふわっといってほしいので、グリサードで軽く上層で勢いを前につけて、上に飛び越える。真上に飛ぶ感じっていうのは、ちょっと斜め前に飛んでいく感じにして、上にふわーっと上がっているのが、グランジュってで2回見えるように飛んでいきましょう。で、沿ってはさっきと一緒ですね。胸の位置を少しクロスして、 えっと、向きを変えているのをしっかり見せて、もう一度ポーズ。これは正面に顔をしっかりつけましょう。で、その後。<music> で、えっ、ー、と、同じ、この反対のグリッサーとグラジス、上にふーんと飛んでいって、5番にしっかり収めてから、ここ勢い、あの、勢いをしっかり あなくして、自分の落ち着いたところ、一呼吸置いてから、ピルエットをしっかり2回回って、これも2回目振り向いたら、足を伸ばして、置いて、そのまま今度、左足に乗り換えて、じゃんじゃんで、ポーズが入るようにしていってほしいです。まあ、音にとっては、あの、もうちょっとゆっくりで全然いいと思いますので、うん、一度、後ろに手2番で、右足で降りたときに、 置いといて、じゃん、じゃんで振り向いたときに正面向き左足に乗って右足を、まあ、なるべくつま先しっかり伸ばした親指のところが触る感じかな。にして、アロンジを斜めと横にしっかり見て、じゃんで顔を正面。まあもうちょっと手の方でも全然いいので、バーンと最後少しあんまり弾けすぎるとよくないので、 アクセントをつけるぐらいのつもりでポーズをして、終わって、きれいにポーズがたまれると、かっこよく終われますので、それを意識してやってみてください。